タイラ、私みたいな変な子と一緒にいるの、友達にバレたら困るでしょ。それな、あの映画マジでヤバかった。ポロリシーン最高すぎ。おお、タイラ、調子どう？あの変なゴスロリの子さ、今日欠席らしいぜ。昨日暴れ出して学校から出たとこ見たよ。お前ようやく言ってやったよな。黙れ。ああいうのは早く切るに限るよ、マジで。変な噂になっちゃうぞ。そうそう。聞こえなかったのか。黙れ、このクズが。オフィリア。もう分かった、お前たちの言う通りだろうな。オフィリア、俺は俺のせいだ。タイラー、何やってんだよ、話せ。お前らやめろ。まったく、いきなりどうしたかわからねえけど、先生たちにこんな茶番見られたら面倒になるだろ、バカ。タイラ、もうおとなしく帰ってくれないか。邪魔だ、話せおら。もういい。お前大丈夫か。ああ、あのゴス女のとこにでも帰りな。なんなら練習ももう来なくていいから。どうしたんだよお前ら、なんでそうなる。ゴスって何か悪いのかよ。あの子の着る服がどうあろうとお前には関係ないだろ。俺にずっと優しくしてくれてるんだ。趣味とか心底どうでもよくないか。ああ、そうか。お前ガチで知らねえのか。聞いてないのか。あの子さ、成績を良くしてもらうためにスティーブン先生と寝たんだよ。そう、俺もクラスの女子から同じ話聞いてる。汚ねえ女。タイラ、この話は気の毒だが、でも喧嘩はもうやめた方がいい。話せ。お前らの噂話に付き合う気はない。まあゆっくり頭冷やしてこい。でもさ、何があってもお前は俺たちのスタークォーターバックなんだよ。分かってるよな、タイラー。自分のイメージも大切にしろよ。ああ、そうだぞ。